資源エネルギー庁は日本の行政機関の一つ。石油、電力、ガスなどのエネルギーの安定供給政策や、省エネルギー、新エネルギー政策を所管する経済産業省の外局である。略称はエネ庁。1973年の第一次オイルショックを契機に当時の通商産業省の鉱山石炭局と公益事業局を統合する形で、 同年7月25日に設置された原子力安全保安委員は2001年の中央省庁再編に伴い資源エネルギー庁の特別の機関として設置されていたが2012年9月19日に廃止され原子力安全行政は環境省の外局として設置された原子力規制委員会に産業保安行政は 経済産業省の省務流通法案グループから産業法案グループにそれぞれ移行した。経済産業省設置法第16条では資源エネルギー庁の任務として鉱物資源やエネルギーの安定的かつ効率的な供給を確保すること、鉱物資源やエネルギーの適正な利用の推進を図ること、産業法案を確保することが規定されている。また、 情報第4条第1項第48号から第59号までが、概ね資源エネルギー庁の業務に該当する。エネルギー分野の経済産業大臣の許認可について担当する。2021年4月1日現在、経済産業省が所管する独立行政法人のうち資源エネルギー庁は、日本原子力研究開発機構と石油天然ガス、 金属鉱物資源機構を担当している。2021年4月1日現在、経済産業省が所管する特殊法人、特別の法律により設立される民間法人、特別の法律により設立される法人については、資源エネルギー庁を担当部局とするものはない。経済産業省が所管する認可法人の原子力損害賠償、廃炉等支援機構は、 資源エネルギー庁を担当部局としている。経済産業省の該当の項を参照資源エネルギー庁の幹部は以下の通りである。経済産業省定員規則令和3年度、一般会計予算財務省、経産省、産業法案を横断的に議論参考審に、文化会、日刊工業新聞2012年11月5日付、2面。 独立行政法人一覧総務省2021年4月16日閲覧所管不詳別特使法人一覧総務省2021年4月16日閲覧特別の法律により設立される民間法人一覧総務省2021年4月16日閲覧経済産業省所管の特別の法律により 設立される法人について、経済産業省経済産業省幹部名簿、METI o f f i c i a l ス List 2020年7月21日経済産業省。ありがとうございます。